高木拓也のイメチェンしよっか。今日はこの子を変えちゃいます。こんにちは、オーシャン東京本店アシスタントの高橋玲です。よろしくお願いします。この小柄な感じで可愛い感じの割に結構根性あるし、研究熱心なタイプだなと思ってて、結構営業中目が合うやつって僕の中で仕事できるなっていうイメージがあるんですけど、レイはよく目合うし、お客さんとやたらこうバスケの話をするんですけど、いやあんまできないやそうじゃんみたいな身長でいくと思って、でもよく喋って目が合う人って仕事すごいできるから切りたいっていう噂はずっと聞いてたんですけど、このきっかけで変身させようっていう。まずここの鉢が張っちゃうのと、うん、あと襟足のこの辺の生え癖がすごくて。そうだよね、はい。でもマジ今メイクしてんの？ちょこっとだけしてる。はい。デートの時とか、はい、プライベートでもファンデーション塗る時あるんでしょ？たまに。じゃあ分かった、そっち寄りにする。わかりました。今のお客さんって多いんですよ、メイクしてる人。それはなんか昔でいうビジュアル系みたいな感じじゃなくて、単純に肌を綺麗に見せたいとか、昔でいうワックスつけるようになったらおしゃれみたいなのは、今はファンデーションつけるようになったらおしゃれと呼ばれる位置まで来たなって感じです。でもなんか脱毛当たり前だもんね。はい。この後何するんですかって聞くと結構脱毛行きますみたいな。多いよね。はい。素肌っぽいけどみんなコンシーラー塗って BB クリーム塗ってファンデーション塗ってるわけじゃん。はい。それと一緒で髪の毛も素髪っぽいんだけど、オイルつけてアイロンして前髪こぼすとか、はい、一癖やってんのみんな。何にもやらないでこれになりたいみたいな、はい、それは無理だから、はい、それを教えていけるようになったらいいよね。 BTS でもさ、ワックスつけてない人いないでしょ、はい、その正解をさ、はい、教えて、スタイリングとか。韓流が好きなというわけでもない。そういうわけでもない。今流行ってるから、はい、韓流しようかなって感じ。あとはお客様が最近多いんで、うん、ちょっと僕もその立場になってやるとより分かるかな。そうだね、はい、結構いいじゃん、思ったよりお前の考え方は結構いいね。ありがとうございます。はい、完成です。題して前下がり上がりマッシュです。普通はこっから前にこう下げるんです。下がってて最後上げるんです。ちょっと結構前下がりしたい人ってお客さんのオーダーめちゃくちゃ多いんですけど、最後上げるのは美容師さんは知らない人が多い。最後のここをちょっと上げてあげると今風な、で前髪をちょっと薄くこぼしてあげる。重くしてるんだけど自分でスタイリングでこういう風にちょっとこぼして、こぼしバング、こぼしバングマッシュでもいいです。こぼしバングマッシュ絶対多分流行るんですよ。どっちでもアイロンをします。むしろアイロンすると動きついちゃうから前髪だけやんない。アンダーはね、アイロンしてもいいししなくてもいいけど、はい、将来お前がお客さんに教えられるから本当は自分でできた方がいいよ。わかりました。後ろのボリュームを高くしてるんですよ。そっちの方がおしゃかわになるんで。でも後ろって自分じゃ見えないからカットで勝手にここのボリュームが出るようにしてあるんで、これです。気持ちツヤが欲しいんでオイルを対応します。3、4、4プッシュ。これブリーチしてるので4プッシュなんですけど、ブリーチしてない人は2プッシュとかでいいです。もうそればっかりは毛質によります。最初にミシナーと一緒にやった時の動画でもお伝えしましたが、最初にオイルをつけてこう指通りを良くします。あの時8プッシュやってんのに互いの5プッシュは8プッシュだみたいな
おめえ見てくれやっていうところです。俺最近コメントの見方を覚えたんですよね。お、結構言われてんじゃん。これで一旦、まあ、シルバーっぽくしてるんで艶勝手に出るんですね。で顔も肌色すごく白く見えるんですけど、ここで指通りよくしてナチュラルとオーバードライブ、枝豆2個分です。2、1、オーバードライブ1、ナチュラルが2。結構こう見てる人たち、覚えるだけでなんとかなるよって人いるんですけど、鏡の前ではなっていう、一日は通用しないんで、今のところいいけど学校着いた時、職場に着いた時はもう形崩れてますから、ワックスはつけた方がいいと思う。でここに結構つけてない人いるんですよ、鉢の部分。みんなここの上からはこうやって押さえるんだけど、内側を潰してあげないと、鉢をちゃんとつけてあげてください。ワックス全体つけんじゃん、もうつけて潰してくれればいいから、下は特に、耳より下はつけて、下潰したらこう閉まるから、閉めて、上は手ぐしをこうやって通してあげたらさ、こう後ろがボリューム出るように切ってあるから、はい、前髪あんまつけすぎちゃダメだけど、今回はつけてほしいから、つけて後ろに全部流して、なぜなら頭長いから。でこの鉢ね、ここ毛の生え方が浮くの、レイの場合は、はい、だから避けつけなきゃダメで、つけて後ろ流しながら前を、今うちの人たちは気づいてる人と気づいてない人いるけど、ここをどう薄くウザバング作れるかな、チラ見せバングでいいんですけど、重いけど軽いみたいな、こぼしバングが今一番今の時期いいから、このこぼすバランスができるようになってくるとよりいいですね。でそのために前髪を最後ここだけ短くしてるからさ、よし、ここ襟足見せてる方が、今って買ってる人もいるけど、韓国の人って意外と買んないの。そうやってここを締めたよ、首を細く見せたいから。吉野から見た時にここウェイト高いじゃん、でここで下がるじゃん、で最後上がるじゃん、でここがあると前後で行った時にすごい細く見える。おー、どう？めちゃめちゃいいです。僕はあのずっと王道系の髪型やってたんで、あの新鮮ですごくなんか爽やかになってすごい良くなりました。じゃあこういう感じでしょ。この髪型にしてちょっと街歩いて声かけられるか、ちょっと楽しみ。何目指してる。チャンネル登録よろしく。